どもイヤホンユーズです。パンと叩けパンチマシーン。はい。これね、7700万いくかな。全然やってないんですけど、ステージ6の方は9999のダメージを与えたんですよ。まあ出たーということで、ね、ちょうど画面録画してなかったので、まあ撮れてないんですけど、まあこれはね、ぜひともやってみたいなとは思うんで、ですね、やっていきたいと思います。これステージ3でさ、2000万以上になる。結構アイテムなしでやるのは結構厳しいので、大変ですけど、まあやっていきたい。これでね、3として、より、どうじゃなくて、ですね、これ、いないっすね。魔人さんなの。ああ、おった。あと、何がおすすめだったかな。天津飯、いない、バータックと18号。バータックと18号ですね。バータックいるかな？バータックおったとしてもなんか使ってない気がする。体属性、あ、技なんだ。技にしたんですね。技の多さってことで、天津飯と技ちょっと出るかな。天津飯の何かでゲットしたらなきゃすーもしないのがいないっすね。ってことで、なんか違うキャラを、これは何だろう、
わあ、グルドでダメージ与える前にちょっとあれでしたね。これはグルドでダメージ与えたかったんですけど、無理っすね、これは無理ゲーですね。なんでそのまんまいっちゃいましょうか。これは結構厳しいぞ。てかだいぶ厳しい。おー、700万。さあ、回収の一撃が出たら1000万、2000万ぐらいですかね。ああ、痛かった、回収の一撃。うわぁ、とりあえず少しでもいいからちょっと流石を集めたいんだ。7770万。これ、あれ難しいんですよ。あと1回うわ、最初から出ちゃったやん。悟空さん最初から出たやん。ゴクフリさんが。あ、くしゃみ出た。うん、あんまり変わるしね。いや、最悪。だから押したところで一緒はい、これはボツネタですね。うわ、ここでこんなに上がる。ジジイとどこまでダメージなの。おー、170。何だこのこれ。うぅー、すげえ。初めて見た。それでは、ヤホイユーチでした。 Thank you so much。次回はですね、次回というか、まあ、続いて、9999999のダメージを1回与えてみたいと思うので、よかったら見てってください。